秋田先生の作品記憶の修繕受けたまわります自分の記憶にどれほどの自信がありますか忘却美化捏造。さっきの千秋ですね,、えー、ね <laughs> 記憶の歪みはある意味防衛本能もしもその歪みを正しい記憶に修繕できるとしたらあなたは本当の記憶を知りたいですかアンティークな喫茶店に住まう正体不明の生物カ馬の白鳥と老苑 彼らのもとへ迷い込んでくる依頼者たちはそれぞれに記憶にまつわる悩みを抱えていた彼らが求めるまま記憶の修繕を行う白鳥彼が古び,た古びた細長いパイプから吐き出す不思議な生物が依頼者の記憶の底に誘いざない過去を明らかにしていくそこにあるのは知りたいことかそれともというストーリーですねえ読むのは友人の死を知った男佐伯が不思議な喫茶店を訪れるシーンでございます。 それではお聞きくださいどうぞ喫茶店こんなところにあったかないらっしゃいませさびれてんなメニュー表どうぞああどうも記憶なんだこれおや記憶の修繕もお望みかいあえ な、なんだよお前 <laughs> 僕は白鳥人間のゆがんだ記憶を修繕しているここは僕の店さロウエンはいこちら当店の特色です忘却、美化捏造そうやってゆがんだ記憶を解雇することでお客様自身の記憶を正しい形に修繕しておりますそういうわけだ何かないかいえ 歪んだ記憶の一つや二つあるだろいやパパッと思い出させてあげるよねえよ何な,なんだよお前本当。あタイムカプセルならどこに埋めたか忘れたものの場所も思い出せんのどうせホラーだろうできるっつうならやってみろよ今すぐできるよおお うん事情がありそうだね承ったその依頼海馬の白鳥が引き受けよう,うさあ記憶の底を見せておくれはい <laughs> というわけでね まず、一旦のね、ところをやりましたけれど。ね、ここからが。うん、どどこに行くの、みたいになるよね、うんうん。どうする、じゃあ、あ感想も含めて、うん、もう次の続きをやってから。いやりましょうあ。はい、からの、えー。修繕された記憶を、記憶に、えー、困惑する佐伯。それについて、白鳥とろうえんが会話をするシーンです。それでは、お聞きください。どうぞ。 忘れることで守れるものだってあるだろうあんただってそういう記憶が一つぐらい知らんよ君の事情にだと興味がない <laughs> 君が依頼し僕が叶えたそれだけの話だ修繕されたものをどう扱うのかは君の君の問題だよただ思い出そうと思ったきっかけぐらいは帰り見てもいいのではないかい あああ、聞こえてっかな。いやあ我が親友。会わなくなって、ああ、何年 ?15 年か。もう俺らもみそじか。無理してねえかお前はすぐ思い詰めるから心配だよ。連絡取れなくて寂しい。俺何かしたかなわかんねえや。ごめんな。 俺よく無神経とか言われっからななあもしまだ親友だって思ってくれてんならさタイムカプセルのところで会えねえかなこれで最後にすっからさ待ってる <laughs> なんだよそれマジで無神経じゃん <laughs> 待ってんじゃないのかよ <laughs> 身勝手で理不尽な感情ばかり湧くこんな醜い自分なんか忘れて生きる方がずっと楽だでもそれが今回のお題ですかそう依頼通り修繕したんだから歪んでいた頃の記憶ぐらいもらわんとねふう 爽やかで甘酸っぱい、南海の風っぽいゼリーって感じ。星3つそれはよかった。あの方もうまくいくといいですね。客のその後には興味ない。ええ、いや、確かに。プライバシーとか、過干渉とか。うん、君も修繕したい記憶があれば、いつでもいいな。ええ、ないですよ、私には。 私はここで働かせていただければそれでいいんですしああ見てください茶柱そうかい記憶は歪む都合よく歪めて世界を捉えなければ生きていけない人間もいるそれでも